どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、今週の特旅マイル、今週も発表されましたんで、解説ね、していきたいと思います。今週の特旅マイルはですね、本来のね、必要マイル数が、少ないマイルでね、国内移動できるという ANA の、インターネットの、キャンペーンとなっておりますということなんで、ANA のねアプリもしくはインターネットのサイトでね、予約しないと、このね減額されたねマイルで予約ができませんので、その点ね、注意していただけたらなと思います。今週の、特旅マイルですね、予約期間が1月の29日から、2月の4日、搭乗期間はですね1月の30日から、2月の5日っていう風になっております。1月今週で終わりますけども、特旅マイルね、このまま2月までね、そのまま続行されるみたいで、2月は、今週の対象期間が2月の5日までになっておりますんで、そこからね2週間休みになって、2月のね中旬ぐらいからまた再開っていう感じになりますんで、またねそちら出ましたら、また解説動画ね出させていただきたいなと思います。で、こちらの動画はもう出てる時点でもう予約はね、開始しておりますんで、もしね特旅マイルは前日までね空席が空いてれば、発券することできますんで、急にね休みができたみたいな時にね、ぜひね利用してみてはいかがでしょうか。それではね対象路線の方をね、見ていきたいと思います。ちょっとねこれにバンと出させていただいておりますけども、今回ですね、区切りが3000、4000、5000ということで、結構前のね感じに戻ってきた感じなんですけども、いや今回ねいいですねまあ毎回いいですねって言ってる気がするんですけども、パッと見ていただければね、あの赤枠でついているところが、本来ね6000マイル区間のところが3000マイル、もしくは3000マイル以上のところがね赤くなっているわけなんですけども、今回ね、羽田路線かなり多いですね。超充実してますね。全部で2、4、6、やと10路線かなありますよね。うん、これはかなり多いですね。で、赤枠がついている羽田岩国、大阪、伊丹から秋田、大阪伊丹から新潟、本来ねここは6000マイル、ローシーズンでも6000マイルが、かかる、区間なんですけども、今回特旅マイルでね、片道3000マイルから利用できるということですんで、本来片道のマイルで往復できちゃいますんでね、かなりいいですよね。で、一番注目していただきたいのは一番下ですね、名古屋石垣ですね。こちらはローシーズンでも8500マイル区間なんですよね。それが今回特旅マイル出ましたからね、これすごいですね。もしね名古屋、中部国際空港ね中心、付近にね住んでいる方はぜひ狙っていただきたいですね。いやもう多分今でもかなり暖かいんじゃないですかね。ここ5000マイルで行けますからね、8500マイルなんで、普通のマイルで行くとローシーズンでも1万7000マイルですよね。それが1万マイルで済んでしまい往復で、かなりいいですね。もう、関東でもね雪とかね、なってますからね、あったかいところいいですよね。もしねここの赤枠ついてるところはね一番価格的にか、マイル的には一番お得っていう感じになっておりますけども、今現時点がね1月の初め中旬ぐらいからね2月いっぱいまでは、一応ANA マイルのね必要マイル数の、シーズンとしては一応ねローシーズンということで、一応閑散期っていう風になってるんですよね。観光シーズンの場所はね、これでとてもなんつうかお得なんですけども、そうじゃないところはねちょっと閑散期っていう、ことで、ちょっと必要マイル数がもともと少ないっていう風になっている、シーズンになっております。これね毎回言わせていただいてるんですけども、この特旅マイルキャンペーンの動画はですね、ANA のねサイトの、必要マイル数のね枠が、見づらいので作らせていただいている動画となっております。ちょっとね作り方がねあんまり見やすくないんで、毎回ねこういう一覧で作らせていただいてるんですけども、もしね急に休みができたみたいな時はね、利用考えてみてはいかがでしょうか。
で最後になんですけども、いつもこちらも言わせていただいているんですけども、航空券のね、国内の、航空券は、特典でも普通にとってもですね、デルタ500マイルキャンペーンっていうね、デルタの、キャンペーンで、500マイル使用済みのね、航空券、これ特典でも普通でもいいんですけども、まあ、そちらね、申請するだけで、まあ、500マイルもらえますので、まあ、ぜひね、ちょっと面倒くさいかもしれないんですけども、メールでね送れるようになりましたんで、まあ、結構楽になったと思うんですよね。ですね、ぜひ500マイルね、片道で500マイルもらえますんで、ぜひね積極的に、狙っていただきたいなと思っております。それではね、続きまして、ANA のね、こちらキャンペーンがね、来ております。一つね、紹介させていただきたいなと思っているキャンペーンが来てまして、まあ、一応ね、こちら対象者限定にはなっているんですけども、中国アジア線限定2区間で2000マイルキャンペーンっていうのがね、出ております。こちら一応対象者限定っていう風になってるんですけども、もしねこれ対象区間であればエントリーするだけで2000マイルもらえますんでね、ぜひ積極的に狙っていただきたいなと思うんですけども、キャンペーン期間なんですけども、3月の1日から、5月の31日ということで、まあ結構先ですよね。かなり前にね、キャンペーンの案内が来てるんですけども、こちらのキャンペーンは、エントリーが必要となっておりますんで、マイキャンペーンのところからね、確実にエントリーするようにしてくださいね。で、これ、ANA のね、キャンペーンも結構出すの分かりづらいんですけども、スマートフォンの場合は、スマートフォンアプリの場合はね、ログインしていただいて、マイレージを開いてもらうと、右上にね、マイキャンペーンっていう、欄がありますんで、そちら見ていただくと、まあ結構一発でね、見れるかなと思いますんで、ぜひね、そちらからまあ見ていただければなと思います。で、このキャンペーンの参加登録は必須ということで、まあこちらはね、1月24日からもうキャンペーンのね、参加登録ができるようになっておりますんで、もしね、この機会に、この期間にね、中国アジア路線ね、乗る機会がある方はね、間違いなく、エントリーだけなんでね、していただけたらなと思います。で、路線なんですけども、東アジア区間と、東南アジア、南アジア区間ですねっていう風になっておりまして、まあ、画像を出しておきますんで、ちょっとね、対象路線がかなりありますんで、ちょっとね、読み上げる時間かかっちゃうんで、ちょっとね、各自見ていただけたらなと思います。で、こちらね、対象クラスがあるんですよね。やはりですね、こちらは 100% 以上の予約クラス、マイル積算率が 100% 以上のね、予約クラスじゃないと残念ながらちょっとこれもらえませんので、もしね自分のクラスがねこちら対象であればね、こちらエントリーするだけで、まあ、2000マイルもらえますんでね、ぜひね狙っていただきたいなと思います。で、最後にね、ボーナスマイルの積算時期なんですけども、結構先です。これキャンペーン自体が5月までやってるキャンペーンですので、ボーナスマイル積算時期が今年の6月の中旬ということですんで、まあそれも合わせてね、覚えておいていただきたいなと思います。結構ね、 ANA のキャンペーンってキャンペーン開始してから、まあ、マイル付与まで結構時間かかるんですよね。付与される頃には何のマイルだったかよくわかんないみたいなことも結構ありますんでね。まあ、6月の中旬にぐらいね、ボーナスマイル付与されますんで、頭入れといていただきたいなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、ANA のね、特旅マイルキャンペーンと、ANA のね、対象者限定のキャンペーン、紹介させていただきました。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録お願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。